お元気ですか？今年の夏はいつもより暑いってリエちゃんから聞いていますけど、夏バテしてませんか？こちらは学校が夏休みに入ってほっと一息って感じです。夏休みといっても学校は6月が終業式なので、日本の夏休みとはちょっと感覚が違いますけどね。ニューヨークの夏は日本の夏と同じくらいの暑さで、あんまり過ごしやすいとは言えません。お父さんはそのうち休暇を取ってキャンプにでも出かけようって言ってます。こっちのキャンプ場は日本とはスケールが全然違うんです。私も写真を見せてもらった時はびっくりしました。ところで、実は私、両親にわがままを言って1週間ほど一人で旅行をさせてもらうことになりました。どこへ行くのかって？それはもちろん日本です。旅行というより帰国ですね。日本も夏休みになるし、久しぶりに学校のみんなに会いたいなと思って。もちろん誰かさんに会うのもとっても楽しみですけどね。そうそう、私の部屋はそのままですよね。帰っても居場所がないんじゃ困ってしまいますから。そんなわけで8月の中旬あたりに帰国しようと思いますので、都合のいい日を教えてください。それでは再会を楽しみにしています。涼子。